今日は旅行からお土産の干物です。アジの干物、みんなで、はい、いただきます。いただきます。自分でやってるじゃん。これはアジ丼。これはアジ、アジ丼。じゃあこっちも。魚さん、魚と卵子、花卵、花かまぼこ、かわいいよね。どうかこれ桜が描いてる桜、花かまぼこ、うん、美味しいよね。美味しい、うん、味結構大きかったね。うん、おいしい。でも、かまぼこおいしいな。うん、おいしい。ちょっとこの弾力が初めてかもね。うんうん、トム君。確かに食感がちくわとかとまたちょっと違うね。うん、ちょっと弾力あるね。弾力あるね。かまぼこ全部食べた。うん、お魚乗ってるよ、お魚。こんな感じなんだよ、トムの魚。これこれ。うん、おやじ。こっち食べたくなっちゃう。これ一大根おろし合うね。あ、つけてなかった。うん、醤油いらないじゃん。醤油いらないな。味が濃い。結構魚の骨が危ないじゃん。うんうんうん、でも結構超取った。そうだね、味が結構、うん、骨が細かいよね。まあ、でもママがこう取り分けてたから、うん、大丈夫かなと思ったけど、サバはあんまり骨が結構取られてたけど、味はあった。うん、うんね。きんぴら、レンコンさん、美味しいね、これ、サクサクして。トミコ、お魚も食べて。うん、気持ちいいよ。美味しいよ、トミコ。
これ右手で持ったら。かまぼこ薄。あ、それ友よに来たやつかもしれない。薄いの。間違えた。でもこうだよ、これ。パクッ。食えんの？食わんの？ご飯は最後に食べるの？ああ、いっぱい食べてんね。お魚たっぷり。平たいプレートよりなんかすくいやすそうだ。うんうんうん。このお皿使うの？レンコン好きじゃない？前もきんぴら作った時すごいパクパク食べてたから、おいしい。なんかお魚とご飯一緒に食べると美味しいでしょ。取れないなこれ。すごいねこれ。強力。はい。
ちょっとずつだけど食べてるね。食べてるね。うん。ちょっとあかん。もしたら少しご飯。うん。すごいだろ食べ方がプロってしてるの、ね、ちょっとずつ食べて、ね、でも汁物ちょっと最後の方に出すのいいです。うん、そうだね、うん、猫ぶだしはまだ食べれないのか、トムくん。猫ぶだし。だし？まだちょっと濃いかな。うん、薄めれば大丈夫だと思う。基本的にだしは薄めれば、そのままが薄めれば大丈夫。薄めれば使えるんだ。うん。
さっき作ったブロッコリーのソース、うんうん、食べれるかなと思って。ああ、水で薄めればね、食べれる。ドレッシング、ね、そのままじゃ食べれないでしょ、うん、でこの骨を取って、うん、この大きいままで食べてあげようかなと。ママママうんうんうん、おいしい、おいしいね、おいしいよ。ちょっと残ってる。さ、しっかりついて。足ついてね。よくよかったね。ちょっとこうなってたね。うん、ちょっとね、足が少し曲がる。できた。足ついた。